どうもどうも皆さんこんにちは、テックスタイルのテルです。さあ本日の動画は最新の iOS17.4.1 の不具合情報を皆さんにこの動画を通じてね情報シェアしていきたいなと思います。一応この 17.4.1 は日本時間のね3月22日だったかな、一般リリースされたと思うんですけれども、リリース直後にアップデートした方からね不具合の相談が結構来ております。でその中でも、まあ、複数件以上というかね、結構多いものをね、今回この動画でちょっと情報を出していきますので、まあ、ぜひね、iPhone ユーザーの方であれば、テックスタイルチャンネル、こういった不具合情報であったり、まあ、原因とかね、対処方法を皆さんにお伝えしておりますので、これを機会にですね、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。では、スタート。はい。ではですね、今回のこの最新の iOS17.4.1 の不具合情報なんですけれども、実際に僕のところにめちゃくちゃ相談が多かったものは、インスタグラムの通知が鳴らない、来ないっていうことと、あとはまあ LINE の通知、まあこれも同じですね。通知が一切鳴らない、来ないっていう相談がめちゃくちゃ多かったです。まあそれにね、ちょっと似た感じでメールの通知とかもまあ少数ではあるんですけれども、まあ、約 90% 以上、98% ぐらいが LINE と Instagram の通知が来なくなったっていう相談がダントツで多かったです。まあ、この問題は iOS15、16 の時でもあったんですけれども、まあ、原因はね、まあ、いろんなまあ原因があると思いますが、対処方法はありますので、まあ、その操作を実行してください。この問題に直面している方は、必ず iPhone、バックアップが取れていることを前提に必ず操作してくださいね。iCloud 上にバックアップがあるのか、例えばまあパソコンのローカル上にあるのか、どちらにしてもバックアップが必ず取れていること。そして、まあ、LINE の通知が鳴らないとか来ないっていう問題に関してで言うと、この LINE のバックアップもきちっとね、iCloud の方に取られているっていうことを前提に操作してください。そもそもこの iCloud のバックアップがもし取れないってなると、また別の問題が発生していきますので、まあ、その問題が発生した場合は、X の DM とかね、LINE サポートを使っていただいて、まあ、個別に相談に来ていただければなと思います。まずは、バックアップを前提に操作してくださいっていうことを約束してください。でその上で、初歩的なまあ確認場所なんですけれども、当然ね、このインスタグラムや LINE とかね、その通知がまあオンになっていることを前提です。そして iPhone 端末側でも、この通知設定の方がオンになっていることを前提に操作してください。まあ、ほとんどの方がね、まあ、直接僕のところに相談に来ている時点で、この通知関連のところはもう確認済みなので、一応ね、注意点としてまあ言っておこうかなと思います。で最終的にどんな操作をするかというと、アプリの削除、そしてサインインストールです。できれば iPhone の画面上、ディスプレイ上で長押しして削除するのではなくて、iPhone の設定から一般、で一般の中から iPhone ストレージで、iPhone ストレージを開いていただくと、まあ、皆さんが、ね、使っているアプリのデータが下にね、ちょっとまあタイムラグ出てくるかもしれませんが、表示されると思います。でもしそこにね、インスタグラム、LINE とかね、該当するものがあれば、選択をしていただければ、そこのページに行きますので、そこからね、アプリの削除を行っていただければなと思います。まあ、インスタグラムに限っては、そのバックアップデータがなくても、インスタグラムにサインインさえできればね、まあ、これまで通り使えると思いますが、LINE に関しては、やっぱりバックアップデータがないと、トーク履歴とかね、その中の写真データとか、そういったものが全てね、消えてしまいますので、まあ、LINE に関してはちょっとバックアップは非常に重要なポイントになるのかなと思います。なので、こういった Instagram、X、TikTok、LINE、SNS 関連の通知に問題がある方は、そのアプリの削除、サインインストールを実行していただければ、ほぼ改善するんではないかなと思います。まあ、これまでも iOS15、16 の時もですね、僕の方から削除してサインインストールしてくださいということで、まあ、実行していただければ改善しましたという報告がダントツに多いので、まあ、この問題直面している方はそれらを実行してください。あとですね、まあ、少数ではあるんですけれども、まあ、iPhone が圏外になってしまったとかですね、あとはまあディスプレイの反応が悪くなったとか、あとはまあいつも使っている充電ケーブルで充電ができなくなったとか、まあ、そういった相談もいくつかありましたけども、まあ、それらの問題の、ね、対処方法については僕の別の動画で、ね、お話ししておりますので、まあ、それをやっていただければなと思います。でそういったまあ問題発生している、まあ、不具合発生している方、まあ、今回この動画で話していないものもひょっとしたらあるかもしれません。僕が知らない情報を持っているかもしれませんので、そういったユーザーの方はぜひね、コメント欄に入れていただければ、直接僕の方からアドバイスさせていただきますし、
先ほどお伝えした、まあ、通知関連ね、もし、操作していただいて改善したのであれば、まあ、改善しましたっていうのをね、コメントに入れていただければ、もし同じような問題発生している方がいればですね、まあ、この動画最後まで、まあ、見てほしいんですけれども、まあ、最後まで見ずにね、その方法をやっていただければ改善できるんではないかなと思いますので、まあ、そういった情報はね、皆さんにコメント欄を使って情報共有していただければなと思います。では今回の動画ではですね、最新の iOS 17.4.1 アップデートした後に Instagram、LINE、TikTok、X の通知が鳴らない、来ない問題についての対処方法をお伝えさせていただきました。最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。